皆さん、こんにちは。大人のスードル教室、堀口です。今回はですね、96×92 を3秒で計算する方法についてお話ししていきたいと思います。で、こちらの方法をですね、知っておくと、2桁の掛け算の考え方が一気に変わると思います。ぜひですね、最後までご覧ください。で、まずですね、この掛け算見ていきましょう。96×92。これ3秒で計算できますか？ちょっと難しいですよね。そろばんとか習っては別ですけど、なかなか難しいと思います。で、こちらの答えね、8832なんですけど、こちらを3秒で出す方法っていうのがあります。それをご紹介します。何かというと、こういうふうにですね、ちょっと構造的に見ていきます。この96から100引いてあげてください。そうするとマイナス4ですね。で、もう一個の方も92から100引いてあげてください。そうするとマイナス8ですね。こういうふうにですね、100との差をですね、ちょっと出してみます。はい。で、ここからあとやり方簡単です。こんなふうにやってみてください。マイナス4とマイナス8。この出てきた数字をですね、2つ掛け算します。そうすると32ですね。で、これは右側に置きます。そして、で、この左側、どうやって見るかっていうと、96×92 と、あとそれぞれマイナス4、マイナス8を出したんですが、これを交差するようにですね、この数字を加味します。つまり、96から右側にあるマイナス8をしていきます。そして、92からマイナス4をします。で、そうすると、まあこれ当たり前なんですが、同じ数字になります。88ですね。で、この出てきた数字と、この右側の32という数字をくっつけるだけです。8832です。はい。これが答えになります。たったこれだけの作業で、実はこの2桁の掛け算ですね、答えが出てしまうんです。で、これ実はですね、インド式のちょっと掛け算の手法でして、ちょっと今回ご紹介させていただきました。で、使える考え方としては、だいたい2桁のですね、100前後の掛け算で使いやすいと思います。はい。で、もう一個問題見ていきたいと思います。例えば、98×87 ですね。同じく100前後の2桁同士の掛け算です。100をね、引いていきましょう。そうすると、左側がマイナス2、右側がマイナス13ですね。で、それを右側を持ってくると、マイナス2とマイナス13を掛け算します。そうすると26ですね。そして左側をどうするかっていうと、この交差してですね、それぞれの計算を加味します。そうすると98から13引きます。そして85ですね。で、同じく87から2を引きます。85です。これ、両方で出す意味あんまりないです。ですので、片側だけで OK ですね。だって同じ数字が出るから。ですので、この85と右側の26をくっつけます。つまり8526。これで終わりです。簡単ですね。こんな風に100から引いてあげる。で、右側はそのまま掛け算、左側はちょっと数字をいじってあげるだけで、簡単に答えが出るんです。これくっつけるだけですね。ということですので、皆さん1問ちょっとチャレンジしてみませんか？例えば 95×94。これはどんな数字になるでしょうか？ちょっと頭の中で計算してみてください。はい、答え出ましたでしょうか？なかなかね、ちょっと短い時間だったので難しかったかもしれません。はい。それぞれ100を引いてみます。そうすると、マイナス5とマイナス6ですね。で、右側に来るのはマイナス5かけるマイナス6、30ですね。で、左側に来るのは、それぞれの数字を交差して加味してあげます。そうすると、95からマイナス6をして、89ですね。で、この89をそれぞれ2つともくっつけます。8930。一瞬ですね。はい。で、実はこれ、100よりも大きい数でも、できます。ちょっと見ていきましょう。105と104。で、これを100をね、引いてあげます。そうすると、プラス5とプラス4が出てきますね。で、これそれぞれ掛け算すると5進20になります。そして左側を見ていくと、105と、あとプラス4をしたので、それを加味してあげます。よって109ですね。あと同じく104もね、この右側に、左側に来ているプラス5を加味してあげます。よって109になります。まあ、両方同じ数字になりますね。で、そうすると、109と20をくっつけてあげます。そうすると、19,20。なんと、これが答えになるんです。慣れてしまえば簡単にできそうです。はい。じゃあ、もう一問ですね。皆さん、ちょっと自分で解いてみましょうか。111×103。じゃあ、こちらですね、5秒ほど時間取りますので、皆さん、ぜひ解いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。左側はプラス11、右側は3ですね。で、掛け算してあげるのが右側。よって 11×3 が33。そして左側に来るのが11と3。で、これをちょっと交差してね、加味してあげます。そうすると114になりますね。よって11,433になるわけです。使えそうですね。この計算。慣れてきましたね。はい。で、まとめます。
はい、96×92 やるときに、右側ですね。まずは、それぞれを100引いてあげます。そうすると、マイナス4、マイナス8が出てきて、それを掛け算してあげたものが右側に来るよと。で、そして左側は何かっていうと、100との差を交差して加味した値ですね。で、これを算数してあげます。で、それを2つくっつけるわけですね。そうすると、8832という形で答えが出てくるよ、なんていう。簡単にですね、こんな風に2桁同士の掛け算できるわけです。応用してみてください。で、実はですね、この計算、2桁同士の掛け算で使いやすいよなんて話をしたんですけど、これ実はね、3桁でもいけるし、1桁でもいきます。4桁でもいきます。ただね、それ以上桁が多くなるとね、あんまりやる意味がなくなってくるんですよね。例えば仮に1桁でやってみましょうか。8×9 ってどうやって計算しますか？もちろん、九九覚えてればね、8×72であることは一瞬でわかるんですけど、これもですね、10を引いてあげます。そうすると、マイナス2とマイナス1じゃないですか。で、これをかけてあげると、2、1が2ですね。で、右側に来るのは2になります。そして左側に来るのは何かっていうと、それぞれ2と1を交差してあげます。で、それを加味してあげるわけです。よって、8から1を引いてあげて、7。で、9から2を引いてあげて、7。同じく7になるわけです。よって左に来るのは7です。よって7と2をくっつけて、72。という形で、一桁同士の掛け算でも使えます。もし九九忘れてしまったらね、こんな風に掛け算しても出ますので。まあ、ただ九九覚えられないんであれば、これも覚えられないような気がしますけれども。ぜひですね、応用できる部分で、ぜひ応用してみてください。受験だとか、あるいは日常の中でですね、ちょっとした二桁の掛け算で、ぜひ人との差を広げてみてください。ということで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また、計算動画アップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して、最新の動画もチェックしてみてください。またお会いしましょう。わから。